階段から行こう。え、こっちだと杉山先生にぶつかるもん。かつて地球上の大陸は大きな一つのプレートだけだったが、それが十数個のプレートに分かれ、現在の大陸構造が生まれた。主なプレートはユーラシアプレート、アフリカプレート、北アメリカプレート、南アメリカプレートなどだが、これらのプレートは移動しつつ互いにぶつかり合っている。つまり少しずつであるが、大陸同士が近くなったり遠くなったりしているわけだ。このことを立証する学説がプレートテクトニクスと呼ばれているのだが、この学説によればプレートの中央部は安定地域になっており、例えばこの地図で言うと、北アメリカ中央平原や東ヨーロッパ平原などがそれだが、中央部ではなく隣り合う2つのプレートの境界部分、つまりこの端の部分が不安定地域、移動する部分と言われる。そしてプレートの境界線、2階から登るとこに変な黒いシミみたいなのがあるじゃない。あれって血っていう話なんだけど、本当かどうかは知らない。でもよくあるじゃん、学園の会期ってやつよ。急数的、つまり掛け算のように増えるのに対し、生活資源、食料や鉄鋼、石炭などの資源は算術急数的、つまり足し算のようにしか増加しないと言っている。そのため人口増加は大衆の貧困を生むものであり、これをなくすためには三次制限以外に方法はない。要するに子供を作るのを制限しろと言ったわけだが、これに対してカール・マルクスが資本論の中で反論し、資本主義社会の貧困は必然的なものであって人口増加だけによるものではないと言った。まあ今となっ
っては両方ともいろいろと論理的に無理が多くて難しい部分もあるんだが、発展途上国の中には人口増加があまりにも生活資源の供給とかけ離れている場合、一時的に出産制限を設けることがある。例えばカンボジアなどでは1日に飢えで死ぬ人が何十人、時には何百人と出るんだ。せっかく子供が生まれても食べられるものがなく、父も出ないような状態なのに。私たちと同じぐらいの年の子なの。学生服着てて。そう、それでスニーカーは白いんだけど靴紐は黒。そう、そうなの。前に何回か見たことあったんだけど。顔、顔は？顔覚えてる？わかんない。あの男の子のこと考えると頭痛くなるの。だから見ないようにしてたの。あの子どうして？10年くらい前、あそこの踊り場のとこから落ちて死んだ子がいるんだって。暗い子だったらしいよ。いじめられて落ちたって話もあるんだけど。寂しい。あの子がそう言ってるような気がするの。助けて、寂しいよって。最近私がやるちゃんとばっかいるから太鼓とか変なこと言ってるらしいんだ。でも気にしなくていいからね。平気、頭痛い。あ、どうしたの？頭痛が治った。変なやつ。ねえ、あの男の子に会いに行かない？え？私、あの子の声が聞こえるの。助けてって。私嫌だからね。まみちゃんお願い。なんで矢野ちゃんだけに声が聞こえるのよ。変じゃない？わかんない、わかんないけど、でも私、あの子の気持ちがわかるような気がするの。私絶対行かない。
私何もできない、ごめんなさい。もう平気だよ。私もあなたと同じだったのかもしれないけど、どうか天国に行って友達を見つけてください。